ありがとな、いつも。な、何が？伊集院薫賞。けど、俺はもう平気だから。な、いや別に、わかってるよ。お前は大丈夫だよ。でも、これは俺が好きでやってることだから。来年も再来年も、その先もずーっと、お前がやめてくれって頼んでも、伊集院薫賞は永遠に続くんだからな。覚悟しとけよ。やだ。やだじゃねえよ。やめろよ。来年何食いたい？来年カレー。カレーでいいから。バイバイ、薫くん、ありがとう。じゃあな、また明日っす。今日ね、うちのパパとママの命日だったんだ。カオルくん、寂しくならないようにって思ってくれてるみたいで、伊集院カオル賞も今年で10年目。俺さ、あいつのことを昔は苦手だったんだ。葬式の後、毎日毎日しつこくってさ。三吉、元気出せよ。三吉、何でも相談してくれよな。けど一周忌のあの日、三吉、今日は俺が伊集院薫賞に招待するからな。それがあいつなりの優しさだって気づいたんだ。伊集院くんは多田くんのことが大好きなんですね。どうかな。あんな男でもなかなかいいところもあるじゃないですか。そうだよ、アレクさん。